はようございます。おはようございます。ちょっとまだ声が出ません。チャンピオンカー紹介以上止まってね。駐車場って割と迷子になりますよね。声が出てないんだけど。動きがないけど準備中です。始まります。いよいよオープンしました。すごい、もう朝一からね並ばれている方もいらしてね、北陸キャンピングカーフェア心待ちにされていたことでしょう。はい、今回はオーシャンドリームさんで中古車がやってるということなので、ちょっと見てみようと思います。1時間ぐらいしか経ってないよ。早っ。ポップアップする感じでね。あ、こっちはサブコンタイプだ。あ、楽んですね。おー、こうなってるんだ。へー、なんかちょっと歴史ある感じの、こういうのもいいね。おお。あー、立てるもんね、これだったらね。それでバンクベッドもちょっと引っ張り出して、あー、こういうのもいいよね。おー、ハイエース、これ何キロ ?8000 キロ。違う、8万キロ。中どうなんだろうね。あ、FF ヒーターついてるね。結構、ギャレーもついてるし、冷蔵庫もついてるし。あ、これ結構、この値段でこれなんだ。いいかも。うわー、バスコンだよ、バスコン。発電機ついてて。エアコンも。うわー、すごいいいかも、これ。売却済みだ。あ、リチウムサブバッテリーだもんね。うんうん、わかる気がする。ソーラーもついてて。あー、めっちゃ軽キャン盛り上がってます。 OK さんですね、これ、ね、普段に増してこう大注目して、あ、ちょうどベッド展開やってますね。わかりやすく説明していただいております。ということで、お昼の時間ですね。テイクアウトコーナー。うわー、つえげん焼き、どれ食べようかな。カレーがあるんだ。神奈川カレーに今回チキンが入ってます。あー、美味しそう。焼肉丼、これはもうなんか新しい感じのおしゃれな感じですな。ベビーカステラじゃん。へー、あれ、うちのビア焼きそば、前回の静岡を強調してる感じですね。アメリカンロングポテト、わお、これちょっとビールにいいんじゃないですか、これちょっと。あ、飲めないですね。はい、ごめんなさい。はい、ちょっと館内フラフラします。結構キャンピングカーショーってその土地の土地柄が出て面白いなって思うことが多いんですけど、今回ね、チケット制で野菜食べれるんですよ。ちょっと沈め人だから後でテロップ流れると思うんですけど、なのでね、ちょっとね、おやつをいただきたいと思います。ほら、めちゃくちゃ屋台の種類が多くて、実はもうお昼ご飯はいただいたんですけど、おやつをね、食べたくてね、行ってみます。ベビーカステラです。お祭りみたい、面白いですね。めっちゃ甘くていい香りがしとる。ワクワク。はい、ありがとうございます。重鎮を見つけまして、ソロ
こんにちは、お疲れ様です。動画回しても大丈夫ですか？ありがとうございます。お久しぶりです。サイパさんです。この辺あれですな、北陸のナンバーで地元のビルダーさんって感じかしら。アウトドア臭がムンムンな感じの車両が、あ、かわいい。これデザインやばい、かわいいですね。これいいですよね。ラダー欲しいのよね、ラダー。今気づいた、この左下に映ってるのベビーカステラなんだけど、これはだぜガチャにまた怒られるパティーニーよ、変なの映ってるって。あ、このハイエースめっちゃイケメン。オープンカントリーだって。お、触りた、え、めっちゃ触りたい。このタイヤとタイヤホイール良きね。このハイエースめっちゃ良くない？すごい好みだな。いいな、このタイヤ。最近ね、ビルダーさんによってはもともと備え付けの冷蔵庫よりもこうやってちょっと壊れちゃった時に入れ替えしやすいようなポータブルのものを推奨してるビルダーさんもいますね。すごいです。今日のキャンピングカーショーも売約済みのステッカーがべらぼうに貼られてますね。いいね、中古キャンピングカー。はい、軽人気すごいですね。結構お店番させてもらってても軽キャン、コンパクト、人気ありますね。こっちの列全部軽キャンずらーっと並んでます。すごい。おはようござる。眠いですね。そうですね、はい、爆睡でした今日は。いい青空、夏みたい、ね、ほんとさ、空の色がさ、ジブリアニメみたいな、めっちゃ綺麗な色してるね。上から見るとまたすごいですの。はい、皆さんがどうやってキャンピングカー選ばれてるか気になりませんか？キャンピングカー選びの決め手はね、一番多かったのは車体サイズ。ほぼほぼ車体サイズがキャンピングカー選びのポイントになってますね。すごいね、価格になるともう 1,2,3,4,5 位だって。価格でも価格関係なく欲しい車両を探される方が増えてるってことでしょうね。はい、入り口から、あ、早速お客様がいらしてますね。じゃあ試車ブースへのお立ち寄り嬉しいです。トレーラー今めちゃくちゃ人気みたいで、結構トレーラーのこと聞かれるんですよ。まあ、トレーラーって言ったらね、こちらの雑誌がおすすめなんですけど、ちょっとトレーラーの中見てみましょう。トレーラーね、めちゃくちゃ人気すぎですね。大きいトレーラー、これはさすがに牽引免許必要なんでしょうね。でかっ、面白っ。グランピング&牽引体験会とかあるんですね。こういうのあるといいね、安心。おしゃれすぎない？いやー、これおしゃれすぎる。あー、これはトレーラー人気あるね。こっちもトレーラーだ。トレーラー長いよね。空間めちゃくちゃゆったり中で過ごせる気がします。ちょっと覗いてみましょうか。ベッドがもはやホテル。ひえー、おしゃれすぎる。でも本当にホテルみたい。マルチルームもちゃんとあって、もちろんシンクも。いやー、おしゃれだね。へ、これワンコ用？めっちゃ美味しそうくない？面白い。ポップアップ外で手回しなんだ。さあ、ここはどこでしょう。マルチルーム、トイレ付き。トイレ嬉しい。めっちゃトイレ嬉しい。トイレ必須科目なので私。ちょっとミスティックさん、いいね、トイレ重要よ。ゴリラがね、朝は目線が合うんですけど、午後になるとちょっと目線が下がってくる。ドリームドライブさんというところのハイエースをちょっと今見ようと思います。
うわすごいな。これめっちゃこうバンライフ的な感じなんですよね。これね、うちではありえない感じの車両の雰囲気ですね。という感じでお疲れ様でした。もう会場片付けでございます。ゆうちゃんただいま。ただいま。おかえり。お疲れ様。あ、なんか大きいなと思ったらかける5にするね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お腹引っ込めて。疲れましたな。なんか疲れたね、うん、でもあれだね、いろいろとさ動線のことを意識しながらやってたからめっちゃ面白かった。お客さん流れるね、はい、方法だったりとかね、はい、下の看板の向きとかね、はい、ちょっと面白かったですな。面白かった。30分ごとぐらいにさちょっといろいろ変えてみてたんだよね。めっちゃ面白かった。俺目の前のゴリラがどんどんくたびれていってたね。くたびれてめでられてる分変わってくのが面白かったね。面白かった。ということで今日結婚記念日です。ああ、そうなのね、そうなのね。はい、やべえ。朝 LINE もらって、はっって気づいて、なうみたいな。またちょっと一日かけて忘れてたので。また忘れたね。はい。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。皆さんも結婚記念日、大切にしてくださいね。はい。それでは、またの動画でお会いしましょう。こんな終わりなんだ。さようなら。またねー。忘れないでー。